街道ヒストリアのお時間がやってまいりました。はい、打ちます。今回は打ちます。今回はですね、パイオニア、まあパイオニアといえば今はもう花々のメーカーですね。花々といえばパイオニア、オキスロー界の帝王、帝王なんか変な言い方だな。はい、2-2号機でございます。パイオニアというメーカーの由来から話しますかそれ後でいいか。はい、まあ、あの武蔵です。あのいろいろ曰く付きの台なんですけどもね、まあ、これを打ちながら今日はですね、いつもこの街道ヒストリアをご覧になっている皆様に感謝の意を込めてコメントを今回は読みながら打っていこうかなと思ってます。なぜかっていうとね、僕自身あんまりこの武蔵話すことがあまりない、まあ、打ってましたよ当時は。はい、打ってましたけど、まあシステム的にも出目的にもゲーム性の面でもね、あんまり話すことないです。思い入れもございません。言っちゃえばいいですけど、だいぶこいつもポンコツな台です。はい、ポンコツゆえの何かいろいろあったんですけど、まあそれはまあおいおいね説明しましょうか。というわけで、今回は最後までごゆっくりご覧ください。いやー、久しぶりですね武蔵。このストップボタンがね、小判型っていうのがね、非常にいろんな意味で癖が強いですね。はい、もともとパイオニアって関西のもう老舗です。高砂電機とタッグを組んで、もう0号機の時代から業界に参入してね、いろんなマシン世に送り出しました。だからある意味本当に創世期のメンバーですね。パチストリになる前、もうアップライトの時代からですけどね。まあ 2-1 号機までですね、高砂電機さんとあのタッグ組んでたのスーパーセブンというズル滑りが熱い時代ですけどね、僕も大好きでしたけども、そこまで高砂電機とこう組んでやったんですけども、何があったか分かんないですけど、ちょっとたもとを分かつというか、はい、同じ関西メーカーなんですけどね、あんたとはやってるのにはほなさいならみたいな感じになって、独自の路線を歩み出した、その記念すべき一作目がこの武蔵でございます。正直ゲーム性ってどうなのって聞かれたら、特にとしか言いようがないですね。あの出目的なリーチ目みたいなのもね、あるにはあるんですけどね、このいわゆるそのボーナス成立後の当倍返しで、この武蔵っていう絵柄がね、ボーナス成立後はこの武蔵の出現率がアップすると。ただこれにちょっとね、計算ミスというか不具合があって、ひたすら武蔵を抜けるっていう攻略法がありました当時は。あとまあ滑りかな、これ今チェリー下にあるんですけども、チェリーをかわす以外の滑りでボーナス絵柄を引き込んできて、攻略が揃わなかったら入る、そんな感じですね。非常にシンプルです。正直ね、地味です。絵面的にもうすでに地味でしょね。まあ、当時一応打ってはいましたけど、わざわざ武蔵打たなくてももっと楽しい台いっぱいあったから、まあ、時代も時代ね、こいつもひっくり返ったりしてました。はい、東京都内で打ってたかな、ひっくり返ったり何度か。アポロの5連バージョンと同じ店、高田馬場の今は亡き B 店にありました。 B 店してもあの B が2つあるお店じゃないですよ。あの N タクさん系列のちっちゃいねパチスロ専門店、そこにありました。結構面白かったね、連チャンしたら、逆に言うとノーマルだとどうしようもないっていう。一応2号機なんでフルーツの、集中、小薬集中薬ついてますね。10万薬なんで払い出しが、45ゲームぐらいだったかな、120-30枚とか多分そんなレベルだったと思います。じゃあもうこれぐらいで話すこと正直尽きたんで早速コメントの方を拾っていきたいと思いますけども、今回のコメントはですね、裏物ハマりをあのワースト3に寄せられたコメントを拾わせていただいております。ペガサスワープで139,000円負けたな、教習所代全部使っちゃった、次の日も40,000ストレートで行かれて持ち金全部なくなった。ワープか、ワープで130,000いくら教習代飲んじゃった、それはちょっときつい。しかも次の日も結構負けたんですよね。ワープどっちだろうね、ワープ G って最初に出た白いパネルの方はまあノーマルしか僕は記憶にないんです。多分まあひっくり返ったのもあると思うんですけど、まあペガサスワープといえばあの赤パネルのね、ペガサス R ですね、リプレイ前兆、リプレン、いわゆるリプレンですね。それは結構当時必勝ガイドにも扱って話題になりましたけど、いやー負けちゃいましたね。大変その後どうなったんでしょうか、気になりますね。教習所行けたんでしょうか。はい、グレハンの B モノで12万投資ノーボーナスの経験があります。12万投資ノーボーナス、ちょっと待って、グレハンでしょ、それ何ゲームハマり、
あのね、グレハン通常時は本当子役ほとんど揃わなかったから、まあ鳴らすと20ゲームぐらいになるのかな、ね、1000円20ゲームって考えて2400ゲームハマり、えげつな、相当強烈凶悪なバージョンでしたよね。あんまそこまでハマって、まあ、1000円ぐらいのハマりはしょっちゅうあったんですけどね、2400ってえげつないね。くれぐれもご愁傷様でございます。はい、はなはな極悪追加で6900ゲームハマりました。6900、ちょっと待って、まあいわゆる鼻水って言われるやつですよね、はい、それで6900、ロックだね。いくら溶かしたの一体、それ知りたいな。ご愁傷様でございます。すごい話いっぱい出てくるな。5号機 VS、かっこもちろんノーマルで、ボーナス感2500オーバーならあるな。五反田 B 点。五反田って言っちゃったらもう分かるじゃん、それ。2500、ノーボーナス。あのね、ビッグ感2500とかってね、まあまああるんですよ。ゲッターマウスとかも、たまにね、もう化けばっかりで、もう引いても引いても化けばっかりで。たまにね、そういう土地狂ったね、荒波を見せるのが、アクロス系の面白いところでございます。はい。当たりなしで有名なのは北斗翔7777ハマりですね。本当かそれ、え、どういうこと。だって北斗翔ってあれいわゆるボーナスタイプじゃん、あれ5号機のね、あのすっげえ好きだったんですよ、あれスペック甘くて。え、7777ゲーム、本当に。愛知のブルーラグーンって台でノーボーナス5000ゲーム超えて次の日故障中ってなっている。同じ店で何か緑っぽい台、名前は分かりません、も新台初日に7000ゲームハマって故障中になりました。故障中というかもう完全なる故障だね、それね。多分古本座君と同じで大当たり乱数が飛んでたか、内部のシステムがちょっと分かんないから、ブルーラグーンって考えてどういう仕組みなんだろう。まあ狙い撃ち系だったとしたら、まああり得る話ですけど、まあ3号機の時代、4号機時代初頭まではプログラムであの連チャンさせてたんですけど、まあ、キングガルフとかあとバンバンバージョン、あのパル工業のはもうそのハードウェア的に乱数の狙い撃ちしてたんで、だから信号出してるだけなんで、あのこいつがちょっとね電圧の関係でバカになってたら外れのとこばっかりこう狙い撃ちして当たらないとか、そういうことはね考えられますね。いやー、いずれにしろご愁傷様でございます。状態リズムボーイズで3900バケ単発でした。まあこれも一つ前のコメントと同じなんですけどね、まあ IC で狙い撃ちするタイプなんで微妙にそれたとこばっかり狙ってたんでしょうね。で締めがバケですか。ご愁傷様でございます。岡丸産業の4号機膨大の裏物でとんでもないのがあると聞き打ちに行きました。朝から打って6800ゲームノーボーナスを食らいました。すごい、サッカーすっげえ、もう古本じゃどころじゃないじゃん、ね、古本じゃ4000何ゲームノーボーナス、お金がつけてあの終了中になったんですけど。よくまあ打つね、みんなそこまで。それは台が壊れてる、もしくはデータカウンターが壊れてる、どっちかじゃないですか。ね、お疲れ様でした。昔ハナハナのスイカバージョンで8000ゲームで、ビッグゼロバケゼロでデータを当時見ました。あ、見たね、目撃例ね。それはどうなんでしょう、実際にノーボーナスだったのか、まあ、データカウンターが壊れてたのか、ちょっと分かんないですね、何とも言えないです。はい、ビッグシオで27万ハマった覚えがありました。ビッグシオね、あのゴッドショーですかね、いわゆるね、27万ハマった、それは1日の負けが27万なのか、それとも27万ハマったのか、どちらでしょうね、すっげえ気になりますけども、まあ27万円あれば海外旅行できますね。ご愁傷様です。釧路市のゴールドペイ758かっこ25年以上前に潰れましたってお店で、クランキーコンドル裏じゃないと思うんですが3500ノーボーナスを経験しました。裏ですね。今考えたら当たりが存在しなかったバージョンの可能性ありますよね。貯金箱クランキーコンドルノーボーナスバージョンと名付けています。いやいやいや、わかんないな、それおかしいでしょ。では他の台の挙動がねちょっとわかんないもんで、裏だとは断定はできないですけども、裏だとしても相当極悪ですけどね、どうなんでしょうか。3号機スペースバトル
貯金で、丸2日かけて40万ストレートに入ったのを見ました。当時電卓カウンターなんてなかったので回転数は不明。40万吸い込んだ後次の日一気に60万出ました。1日で60万ということは当時10日じゃなかった7枚って考えたら何万枚、すごいねそれ。壊れてるねそれ、ハマる方にも出る方にも壊れてたねそれ、すさまじい、恐ろしい。はい、ありがとうございました。裏物じゃないけど今年の夏くらいに泡盛というリノタイプの台で出た泡盛ね、はいはいはい、5000ゲーム当たりなしってのを見ました。そんなことあるんだ泡盛って、いわゆるリノタイプですからね、ゼロではないですね。そのスロキスさんも3500枚出してそれぶっ込んだ上に7万突っ込んだっていうのを聞いたことがあるんで、すさまじいですね。ちょっと怖くて手出せません。はい、ありがとうございました。見かけたのは5号機の初代戦国無双で3600ハマリで閉店。もちろん通常時ハマり裏物でもありません。ハマるまでは普通に当たってました。なんなん戦国無双あれでしょ、あの本当5号機初期のあの山佐の台ですよね。そんなえげつない印象なんて全くなかったんですけどね。何なんでしょう、何が原因なんでしょう、ちょっと僕も分かりません、すいません。初代ジャグラーで BB 間4200ゲームハマりが自分が見た中で最大です。目撃、えっげつな、マジっすか、4000ジャグラーで、怖っ。すいません、これフルーツ入ってますねこれね、はい、多分フルーツ入ってますね。なんかさっきからやたらちょっと出現率上がってんなと思ったら、はい、フルーツの消化してしまいましょうか。いやでも皆さんすごいですね。それから考えたら僕 の初代ビンゴのアレジンバージョンで3000何ゲームビッグカーなんていうのもうひよっこみたいなもんですね、うん、一応馬券は引いてたんでね、ビッグマンの間に何回か、ね、たかだか投資10万でヒーヒー言ってる場合じゃないですね本当ね。いやすごいなね、はい、今フルーツでございます。いやもう本当皆さんのね武勇伝というか何でしょうか、不幸な話を聞いてたら、はい、パスロって怖いなっていう感じなんですけども、この武蔵も、とりあえずボーナスがいつ引けるか分からない、これ中身分かんないんでね、ノーマルかな分かんないですけど、まあ一応フルーツ引いたということで、はい、この辺でいいかな今日はもう雑だね今後もねこういう形で打ちながら、ね、視聴者の皆様からいただいたコメントをどんどん拾ってご紹介していこうかなと、はい、思っておりますのでね、どんどんコメント欄、はい、面白いお話とかね、いろいろ。あ、着いた着いた、俺も帰る。あ、本当に、はい、そんな感じでね、これからどんどんこういう感じで、皆様からの面白いコメント、愉快なコメント、不幸なコメントなどなど、ね、どんどん拾ってご紹介しようかな、そういう会を設けようかなと思っておりますので、ね、不幸なコメント、勝ち自慢、負け自慢、パチンコ屋であった面白いお客さんとかね、いろんなお話コメント欄で募集してますんで、コメントの方で晒すのはちょっとあれだっちゅうな場合は、パチバカの方にメールいただければ、はい、ストーリーをうまく組んで面白おかしく一本の動画にね仕上げますので、はい、というわけでまあまあグダグダな感じでしたけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のカイドウエストリアは、チキチキ、武蔵を打ちながら、皆様からのコメントを読み上げる、読んでもらう、米拾って返すの回でございました、はい、というわけで次回のカイドウエストリアもご期待ください。さよなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。